はいえ、それでは事前調査札幌2歳ステークスと、えー、小倉2歳ステークスそして新潟記念いきますはい副賞生活手堅くついません、ね、アルファウェブさん2着でしたっけはいえ全然思わな予想ですけどすみませんありがとうございましたはいキングカップですけどルメッチャンはターボロンドン2着強かったんですけど3連ブックボックス1等足りません誰が来たんやったっけ忘れた あれ、一頭足りひんなので、おちゃちゃ言ってるんですけど、すいませんでした。はい、新潟に園ステークスも同じく本命は一番に切っちゃやったんですけど、三連服ボックス一頭はちゃちゃでした。ごめんなさい。どちらも副賞だけで、やや、いや、てか、まあまあ取り組みです。ありがとうございました。はい、気を取り直して妄想集士から行きましょう。レッちェゴー はい。妄想収支ですけど、稲妻ステークス、金南堂サイステークスか、新潟サイステークスすべて本命の北朝のみってことで、全部取り組み取り組み取り組みですね、かな。はい。82%です。100%切ってもうたんで、もう一回頑張りますので、よろしくお願いします。北昇生活ですけど、はい。最近1.1でまたらんっていう意味わからんことが起きて、えー、49%ですって。帰れ <laughs> これは帰れなかった <laughs>。すいません。また気を取り直して頑張るんで、よろしくお願いします。まあ、気を取り直してっていうかもう慣れたもん。うん 慣れたらあかんね。いやもう慣れてもこれ打たれ打たれ強さもあるよこれ。これ打たれ強さもあるよこれ。あ、もうわかりました。いいですか。かありがとうございました。<laughs> はいということで今日と同じ出走表のスタートです。はいえそれでは出走表の前にえっ、ー、て やったかったでですすけど1レースですね札幌1レース4番アルファウェーブ3ですねまあ、断然人気やったんでまあまあと思ってたんですけどまあそれでもね結構藤ルメで今回結構外したんでワチャチャと思ってたんですけどはい今回の藤留メ当たりの藤ルメでしたありがとうございましたえー、っとあんまりなんかなんて言うんですかなんか、うん、パッとせえへん感じだったんですけど 相変わらずのスローですよね。道中、えー、折り合いつきすぎたぐらいに後方下がっていっておっと思ったんですけどま4コーナーもた直線の進路通りですね。札幌、えー、先週も言いましたけど、ちょっと外から、えー、伸びるバアが続いたんで。 うん。ルメちゃんの進路が間違ってないように間違いないでしょうね。うん。ルメちゃんの進路が間違ってないことは間違ってない。うん。何回も言うと、これは。はい。えー、しっかり伸びて。あ、あれ変わったんやったっけあ、すみません。2着ちゃう。ごめんなさい。あれ俺2着で放送してもらったけどすみません。1着でした。ありがとうございました。すみません。間違えた俺、俺二2着と思ってる。あれ。なんか、なんかとレ、なんかのレースと間違えてる。ごめんなさい。1着やったな。あれ、どういうで1着やな。すみません。ごめんなさい。で、確かこれ副一1.0から1.1やって、ちゃうかったっけあ、そうやね。んで、 えー、一応1.0の可能性もあったみたいですけど、で、幸いにも2着に最下位人気8番人気と、3着に6番人気で、えー、断然2、3番人気飛んでくれたんで、復徴1.1と。ありがとうございました。ちょっと焦ったな。えー、多分ミミクトスぐらい来てたら多分無理だったんだろうけどな。多分下手しザシ1.0やった気がするんですけど、うん。ありがとうございました。はい、それでは気を取り直して、 でえー、今週は、えー、ようやくノン重症を受け抜けましたということで重症が土曜日もありますんで今週30勝ですねはい最後のローカル競馬行きましょう札幌二彩ステークスからスタートですはい、えー、札幌二彩ステークスですけど なんかちょっと口調がおかしいけど我慢してください。はい。8月ラストの重症ですね。札幌にサイステークス3月80、え ?3 月81日はすいません。8月31日です。もう神々や。土曜日はい。えー、っと、予想図をお借りしましょうと思ったすいません。起動しませんしごめんなさい。<laughs> すいません。起動してません。すいません。事前調査や準備不足。うん、しゃーない。これはしゃーないね。<laughs> 許して。 許してください。札幌にサイステークスですね。はい。まず一番人気、もう断然人気でしょう。ゴールコンダやろ覚えてるぞ。覚えてるぞ、俺は。名前を。はい。ゴールコンダさんですね。はい。一番人気、断然一番人気です。はい。えー、新馬戦東京ではケア相手に負けて、まあ、ちょっとね、後ろからのケアになってしまったんで負けてしまったんですね。で、前走ですね。もう断然1.4倍人気で。 はい。レース進めましたよってことで、もうね、大体藤沢さん一回仕くったら仕上げてきますんで、宇宙訳の一番でスタートしましたって言って最内なんですけど、ゲートゴうるさいかなと思ったら、まあまあ一応スタート良かったんで。はい。えー、ルメちゃんが押していかんでもう、もう基礎能力違ったんで、折り合ってたんですけど、まあそれでも自分のペースでいきますよということで。はい。えー、道中も折り合って、えー、楽々ですよね。ルメちゃん何もしてない気がするんですけど、圧勝ですわ。 はい。えー、もう、やばいですね。これ大差やったこれ。これ、これは大差やろ。これは大差やろな。はい、ありがとうございました。上がりも36秒5なんで、まあ、西寄り戦札幌なんで、まあ、まあ、十分なラップ、キッいのと存在すんで。しかも、あの、楽逃げでね。はい。重、え、く、ー、ないでしょうね。はい、今回も藤ルめでしょ。うん、はい、藤ルめで本命打ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 あとはね、2、3番人気に里のゴールド、そしてダーリントンホール、ここら辺がまあ逃げてます。えーと、里のゴールド見ていきましょうか。ゴールドシップサンクですね。この舞台どうでしょうか。はい、新志望ゴールドシップサンク。去年からでしたっけ出てまして。はい。え、今年今年やって聞かせた。はい。えーと、出てまして。今年か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 。 今今今年か今年年かやややろな。今年やったっけ忘れた。<laughs> やばい。結構適当はいえー、と前走えー、まあ1と2分の1押しましょでプントファイヤーって確かそうですねえー、次のレースでゴルコンダさんに負けてますで新馬戦で里のゴールで負けてますってことで。 これね、次、プントファイヤーごっつい人気出ると思いますわ。覚えておいてください。まあ、人気出るんで多分美味しくないと思うんですけど。はい。一応、三着前に前走5バッシに話します。えー、新馬戦では、え三着前に3と二分の一押しに話しますんで、まあ次、もう自然と人気出るんですけど、プントファイヤー皆さん覚えておきましょう。いや、強いか知りませんけど、まあ、強いでしょうね。<laughs> まあまあ、負けた、えー、なんていうの、堅い手が強かったってことで。うん。で、里のゴールの説明はあるんですかって言うと。 あんまないっす。あんまりないっす, <laughs> すね。また、あ、さんが乗ってるってことですかね。また、あ、さん選手絶好調やったんで。もう、えー、札幌の最終週ってことで、まあ、ババアがちょっと回復する可能性もあるんですけど、えー、乗れてる騎士って分かりますね。ルメちゃん、川田さん、そして、豊さん、そして、えー、サマーのあの、何やったっけ、あの、ワールド、なんちゃら、札幌で活躍見沿った、戸崎ケイティさんがちょっとね、鼻につくぐらい、えー、順位上げてましたんで。 まあでも、オードはカードさんですよね。もう前奏、前奏というか先週をそうやったんで。はい。えー、ダノンスマッシュで買ってもうたしね。えー、ブラストアンビスでも買ったのかな。重症連勝かな。えー、ですね。ちょっと、びっくりするぐらい、えー、絶好調。で、今年全体絶好調よね。それでも私、馬券まともにね、重症で買ってないっていう、ちょっと意味わかなことをしてるんですけど。はい。何の話ですか、これ。はい。ダーリントンホール見ておきましょう。池添さんですか、これは。はい。池添さんでしたか。 はい、えー、前走2ゲタンをかけて1と2分の1しいんですよこれちょっとレース見ておきましょうかどうですかどうですかあなたあなたですかダーリントフォーダーリントフォーレッチゴーレッチゴーダーリントフォーダーリントフォーー

あ <laughs> もう、ぐ、ぐ,ぐい,いですか。かありがとうございました。ああ、ダーリンドホール強いんかなわからん。ちょっとレースが適当だった、今。結構適当だった。どっちかというと実,実況の方にね、結構力入れてたんで。あ <laughs> もう、そういうおちゃら系です。かれ、してありました。ああ、まあ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 。なんで人気出てるんですかってことですよね。なんでやろう。全走箱立て18、打開最速バンズズイソ前1万人気以上。でしょうね。それぐらいですか。あと気になったんが、 気になったんがっちゅうか、まあ、えっ、ー、とね、どこやったっけな。えっ、ー、とね、あれどこ行ったとこの、ラザネ・フォールかなこれが4番人くらいなのか。金仮面に、えー、スペシャルウィークってことで、母・父ね、大舞台来たらこの血統が小さぎそうですね。前一1.8倍脱走してますんで。うん。前一1.8倍脱勝首差。まあでも、両血馬やったしね。 うん、それで買われたんでしょうね。この人気ね。血統の差で買われた感じね。あと池江さんとこね。うん、まあ、これ考えると、まあ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 、妥、ま、当、あまあ、な音だったんかな。ちょっと過剰人気やったかもしれん。はい。で、札幌にサイステークス、ここでですね、一頭特注場売っておきます。はい、えー、特注場ですけど、今回はこのままにしておきましょう。はい、ブラックホールですね。うん。 えっとね、理由は、なるさねホールに似てるっちゃ似てるんですけど、まあ、前走その、えー、圧勝人気ですよね。圧倒人気っていうか、圧倒的人気 ?1 倍台で勝ちました。で、さっきの三浦昴生さんの勝ち方と何が違うかっていうと、まず2番人気に、えー、っとですね、まあ、1番人気に近いぐらいのルメちゃん、2倍台のルメちゃんが乗ってたことですよね。ってことで、ウィンドジャマー自体も人気はあったし、ルメちゃんだし、まあまあ、藤沢さんとこなんでね。まあ このブランドの前に買ったっていうのは非常に大きいかなと。で、この時に、まず、えー、よくね、この断然人気のルメちゃんに買った馬とかも評価されるんですけど、えー、もうこの時点で1.9倍の支持、石川由紀と言い方悪いですけど、石川行とくんですらの1.9倍で買ってますんで、うん。ってことは、よっぽどのおもななっていうのを感じました。石川くん自身もこのルメちゃんに買ったというのは非常に大きい収穫やったと思うんで、うん。 まあ多分この、えー、新潟の新馬戦が評価されたんでしょうけど、まあそれにしても確か1.3倍ぐの首差なんでね、まあ確かに評価されるにもされ,されるに越したことないんですけど、されたってのあれなんですけども、全然日本語喋ってない。はい、まあ、えー、ウィンドジャマーに買ったってのは非常に大きいですかね。はい。で、前走、まあレース見てみましょう。ウィンドジャマー、ウィンドジャマー7番のブラックホールですね。はい。 スタートしましたよっちゅうてまあちょっと4番が出遅れたんでねはいまあならばもうそこまでスタート良くなかったんですけどまあまあ折り合って道中っと回ってはいえー、4コーナーで進出して直線向いた時にもう先と立ってたんですけどウィンドジャーマーが後ろから後方が能力の差で押し上げてくるっていうねまあえー、一応出遅れた馬といえどもこれをえのー、いたの大きいかなはーいうん大きいと思いますはい えー、まあそんな派手なカちカちじゃなかったですけどやっぱ前走人気と暗示を考えると今回もあるかなで、えー、今回まあゴルコンゴルコンダおるけどまあルメちゃんに勝つなる石川行人くんってことで5番人気ですけどブラックホールさん頑張ってくださいゲットがゴルシに8チ,チキンカメなんでねここもまあまあ注目したいゲットですねはい頑張ってくださいうんあると思うよもう一回飲み込みは えー、札幌2歳はね、何が起きるか分からんからね、去年もね、3番人気、4番人気、6番人気、1番人気、4番人気、まあまあ、まあまあ、ガチガチやな、えー、2番2年前、1番人気、4番人気まあまあま、あ堅いな、3年前とラスト勝ったレース、5番人気、これ終わりやな、これ終わりやな、誰来るか分からんぐらいので、ね、頑張ってください。はい、ということで、次年調査なんでね、はい、ブラックホールあ、すみません、本命打って、本命コルコンダ、ごめんなさい。印を取らない。はい、本命コルコンダでいきます。はい、えー、続きまして、 えっっとどっちだったたっけなすすまません、えー、忘れたあすませんん忘れあクラにサイステークスいきましょうはい今週もグダグダですクラにサイステークスはい9月に日がまたいで日がまたいでませんすいませんくつ着がまたいでやばい今日喋れてないぞはいえクラにサイステークスこちらも誰が来るかかりませんっていうぐらいのレースですね毎年ね去年はあれたよね去年ファンタジストも印売ってないわってなって何してんっていうぐらいねうんはい東ヘリテージ宮治フィ 宮寺フィルフィーとか。3番人気、13番人気、9番人気、4着に12番人気。これはすごかった。1番人気のシングルアップが飛んでます。去年6十万くらいついてね。で、まあシングルアップ飛んでたんですけど、シングルアップと言うと前奏、フェニックステークスですね。ここからの1に人のオープンのジブオープンで、買ったものが前奏破れてしまったと。今回で言うと、マイネルグリッドさんですね。ちょっとすみません、出走会させてください。 で、マイネルグリッドが、ちょっとね、これまでおず固まってないかなっていうぐらい疑いたいんですけど、まだあれかな表、ま、とめ入ってないんかなこれ。えっとね、5番人気なんですよね。なんでと思って。<laughs> 2商売やぞ、お前と思って。うん、もう正気いらないですか仕上がってないですかって言いたいぐらい疑いかかってるんですけど。はい。 失礼と思いますよ。えー、前年 UV ってね、前走確か私本め打ったんですけど、なんか忘れたけど。で、褒めた理由が、中京のその前売りで買ったっていう、ただ超維持なデータだったんですけど。うーん、この人気でちょっと失礼かな。うん、まあ一番人気のカイルアコナが、ヤンジョ河田さん。まあ河田さん人気ってことでね、このまま人気出るのわかるんですけど、まあで、前走も、まあね、4馬審査の圧勝してますんで、 これはまた川田さんとの流れで本命でしょうなはいもう一番人気っていうかもう手堅いまで副賞は取っときましょうってことでここですよねうんであとはですね、えー、まあ、えー、さっき言ったワイネルグリッド、えー、そして人気出るのか誰ここ誰がおんの、ね、ラウダシオンやってまたこう豊さん人気なんやろうねリアルインパクトやもんねはあ 前走、ま、1.5はやしなまあまあ、強いんやろうね。1.5倍か、はあ。はい。まあ、強いんでしょう。強いんでしょう。ちょっとわからん。そんだけ評価されてても負けるもん、負けないがわからん。はい。あとは誰ですか。うーん。いや、あと誰が人気出るのちょっとね。わからん。2歳ステークス、一番わからん。トリプルエースとばりやってトリプルエース、これか。 トリプルエース。斉藤さんとこの、あれがなんか人気でな。前ス4倍人気。ルージェ、レジェルマークっ買ったで。あー、そんな人気でるまでないんやけどな、ね、ら、歴史がいいんか。それとも、この斉藤さんとか、それともゴドルフィンとかの馬主関係なのか。動きがいいのか。あー、まあ、全体成績、ここ馬主最近ですけど、いいですもんね。あ、結構いいんやね。5、1、3、16か。えー、ここ、あ、ちゃ障害うごめんなさい。 あ、びっくりしたわ。しょうがやな。びっくりしたわ。こんな成績良かったっけど、とことは焦ったわ。<laughs> 焦った。<laughs> 焦った。いや、そんなことないやろ。<laughs> いやいやいや、斉藤さんだぞって言って。あ <laughs>、もういいですかありがとうございました。<laughs> <laughs> そうやろな。そんな調子良くないのそこまで絶好調だよね。はい。ひばりはあー、まあ、ひばりはわからんでもないかな。ひばりはわからんでもない。アン福永さんが、ま、トリプルエース捨て,てる時点でひばりさん、こっち本気なんか、なるほど。了解です。 この馬はね、確かにわかる。この馬やったら、まあまあ強かったなっていうね、前走全く記しなかったんやけど。はい。まあまあまあ、逃げで決まるレースを後ろから刺しましたは強かったよね。でも、この4コーナー行くまで先段取り付いとったんでね、まあまあ強い内容やったかな。まあ先段は言い過ぎたか。今、これ刺し切るところなんですけど。先段は言い過ぎたな。ちょっと言い過ぎたか。最後、伸びがすごかったからね。えー、ここかな。最後、打ち回っとって。 はい。ここから外を持っていくんですけど。まあ、最終週で、あと、ババ次第ですよね。その、やっぱ、サしがきくボーボはなんか、ちょっとすいません。国内レース全然見てないんで、わからないんですけど。<laughs> 結構今、適当な出ってたな。うーん、国内レースがちょっとわからん。わ、うん、からん。選手見てない。札幌と、なんか、新潟は結局、なんか、日曜日は外決まるなーって言い出して。うーん、わからん。ちょっとまた見ときます、ババ。すいません。結構、適当になってる。はい。適当や。 あとはね、あの、フェニックステックス買ったさっきのやったっけこの、えー、マイネルグリッドのやりすぎって言ってたけど、えー、それやったら期待したん、ホープホワイトも期待したいね。はい、ホープホワイトは逆に前走負けたんですけど、はい、前走をね、出遅れたわけじゃないんですけど、ペースについていけんかったんかなっていう、ペースに戸惑ったんかなっていうのがあって、で、最後ね、次回につながる競馬やったかなとって思ったんが、最後4番ね、今、候補、ど、どっち、か、は、は、 33秒なしやったああ流れやったんですけどはい後方最後方の4番ですよねこの1ですよね国選投まで何馬身あるねんっていう1からね最後はい4コーナー回って直線もちきましたっちゅうてまあ一応先頭と離れてましたけど5着まで来とったんですか上がり最速突きやったんでねいや明日待ってなんか知りませんけど最後のび結構すごかったんでねまあ着差はあったとい,いえども。 うん。最後、場外ですけど、まあ、まあ、まあ、出だしの戸惑いさえなければ癒やしやな。34秒でやったんで、ニット。すげえな、と思って。はい。頑張ってください。はい。そして、ここもですね、えー、イット、小倉にサイステークス、特注馬ですね、打っておきます。はい。えー、特注馬ですけどね、えっ、ー、とね、今回は、えー、どこやったっけな。これやね。 はい。しげる水ず座えー、暫定安城ハテナの13番人気。舐められてるかなもう無理なんかなこのまま。っていうぐらいです。もう5000使ってるんですけど。もうん、こくらサイステイクスってね、なんかもう、えー、昔でいう貸しのマさっーだけな、来たぐらい連投でもね、 バンバン使ってたまでもね、状態今は損は来るんで、もう正直見て、そんな評価し、あの、なんて言うんですか大事に使われてるとか評価してません。もうね、大事に使われてるのがね、ここらにさえステークスには出てこないって言うたら失礼やけど、もうそんなもんやいね。もう今勝ちたいってもんから出てくるんですよ、絶対ね。ここをステップにとかね、そういうのは出てこないって。はい。だいたい今ここ、正直で、ここやっていう、ここらで調子いいから今ここで使おうっていう。 馬たちか絶対青いはずじゃないとこの夏のコックラン戦に特にスプリント職はもうここ逃しちゃうと3歳戦でスプリント戦で少ないですよね最近ようやく青いステークスがね新設で重傷できたぐらいなんであんまりスプリント戦って価値がまあちょっと言い方失礼ですけど2歳戦3歳戦にはそんな価値がないんでせめてマイルからなんですよねうんここで考えるとやっぱりここトットカントも秋の重傷では戦にはないよとちゅうことでうん となると、やっぱ今が旬。えー、前走一応超イージー。コンマ5秒差つけた、え、茂る水亀座がいいんじゃないかな。えー、持ちタイム1分9秒0。ちょっと時計がね、表すべてじゃないんですけど、えー、まあ、持ちタイムで言うと、あ持ちタイムで評価って私したくないんですけど。はい。茂る水亀座と、あとマイネルグリッド、そしてこのカイルアコナ。まあ、ここら辺が1分9秒台0、えー、ゼロ1で、しかも買って刻んでますんで。 まあこれ考えると、ここら辺が上位来てもおかしないんかなという超意地なそ想です。はい。いや、でも、それでも13番人気舐められすぎはし、あの人誰か知りませんけど。まあ、そんな人気ないんかっていうぐらい。5層使われてるからか知りませんけど、ちょっと舐められすぎなんで。まあ、使われてるかもしれないですけどね。結構使われてるからな。頑張ってください。ちなみに、椅子から使われてますあなた。6月から使われてんの。すげえ。 半、えー、神嫌よ、っゅって、中京嫌よ、思いよ嫌よ、って、中京戦六んで今日に伸びたん、重いよ嫌よ、って言って、ここらへん、ここや、ここや、って言って、ね、三着来てね。ここや、言ってね。ここや、俺はここや、よって怒ってね。俺、ここやぞって,って、もういいですかかれちゃう。ありました。はい。しかも、外出し決まる中ですね。外出しかな差し決まる中、えー、この場だけ前で粘ったんで、まあ、強かったんちゃうかな。逃げた方がし、もう1.8倍の方が死んでますんでね。はい。うん。頑張っていくとはい。カエルはこの後、茂湖神戸で紹介します。 はい。お待たせしました。最後に新潟記念ですね。行きましょう。はい。えー、新潟記念ですけど、まあ、こちらがようやく有名どころが出てくるんちゃうかなっていう、サプロ記念以来の、えー、私、ま、です。まあ、ちょっとレベル落ちますけど。はい。長い直線で最後に行われるレースですね。はい。えー、新潟記念はよく言いますね。わ、中枠ボックス買っとけよ、ちゅ。また枠中、から枠中見て書きます中う。中クボックスッパーですよ、ちゅ。はい。 でえっ、ー、とですね、えー、今回1番人気が誰やったっけあそうレイエンダ帰ってくんねそうこのレイエンダねレイエンダとユーキャンスマイルねまあここは1番人気でしょうねはいレイエンダでしょうねまあまあレイエンダでいいですかはいえー、前走エプソンカップ2着やったかなえじゃあ買ったんかエプソンカップ買って、えー、スローで押し切ったレースですよねうん 悪くなかったと思います。えー、2番手で通称できるってことは折り合い完璧。で、えー、っと、まあ、2層前、3層前、4層前負けましたけど、まあ、前層を勝って相手がでもね、2着サラキアで、大したことなかったんっていう評価されたんですけど、まあ、それでもね、 えー、藤沢さんとこなんで、子供の勝ちパターンやっぱルメちゃんの届けですよね。えー、チャレンジカップでルメちゃんの手惨敗しました。で、ルメちゃんがイエーっちゅうて、イエーってか知りませんけど、東京新聞杯とメイステークスルメちゃんじゃなかったんですよね。もうこの時代のアウトなんでね。前走ルメちゃん乗り換わりで勝ちました。なのになぜ前走レイエンド私を本命打たなかったのか。私自身それを聞いています。 はい。すみません。心の歌い出しありがとうございました。絶対これおかしいな。絶対梅ちゃんと本気なんだ、はい、せん私そんな評価しませんでしたありがとうございました。っていうことで、今回も継続,継続して本気でしょう。一番人気つかまってください。まあ、ここを使ってくるってことは、やっぱ左回りを意識してでしょうね。新潟記念かって多分天皇賞秋ぐらい向けてやと思いますわ。うん。でしょうね。多分、左回りなんでしょう。はい。おそらく。おその楽。 はい。多分その意識やと思いますわ。新潟念をステップオフする。まあ大体、ここで天皇釈でしょうね。うん。まあ、ブラストアンピースは結局そこいかんかったんですけど。はい。で、ユーキャンスマイルが逆にここ、試運転かなーえっとね、まあ前走長距離やったんで、多分ここは足を戻すって感じ。足を戻すって意味は、はい、今まで長距離取りやってたんで、言うたら中距離の足に戻す感じですね。 やっぱりペースラップいきなり6波論短縮7波論短縮になりますんでね。ね。まあ10波論から10、え ?10 波論が1位か。10波論が1位か。5波論から7波論か。はい。そこら辺短縮になりますので、一旦中距離足し確かめてもらう手足戻させてもらって、この天皇賞、瀬戸からの戦そこいくかなって感じなんで、今回はスルーっていうかまあ、強いですけどスルーでいいでしょう。多分ずっと道中後ろいて届かん競馬があるかな。うん。 岩田さんですけどどういう競馬するか知りませんけど多分本気は出してこないと思うんですけどここで間違って本気やったらごめんなさいまあ対抗ぐらいの印打つとは思うんですけどはいあとねーここら辺昇級戦がまずフランツとかねちょっとすいませんあのまず懐かしいましょうかさせてください懐かしいです知れないはいまず昇、えー、級戦の私はいアクートですね、えー、前走サドステークス勝ちましたこちら新潟で32秒9の上がりを使って勝ちましたはいアクート様っていうとまあ 前線マンです。すみません。はい。前走50ランチ勝ちました。50ランチ間。で、あと、カバル。こちらも昇級戦です。こちらはね、左回り3連勝。というか、カバル自身、左回りしかほとんど走ってない左回り専門機ですってことで。はい。右回りは1回だけなんで。まずこのカバル。えー、っと。 まあ、ただ、重症だったらどうかなっていう評価なんですけど。あと、カーデラね。えー、こ内こ記念もそうですけど、マクテてケ馬で、福島、札幌、小倉、札幌じゃあ、函館、小倉と、すべて着順が、えー、券内えー、まあまあ、さすがに新潟記念でごまかし期間から厳しいかなと思ってますけど。はい。あと、トップハンデか、クリンチャーです。これが気になったね。最近調子悪いんですけど、クリンチャーがトップハンデ張ってないですね、これね。あとコスミキス、小住京、酒音祭になって期待されましたけど、いまいち成績が今年伸びてない。 あと、ゴールドサーベラスはどこ走ってますかっていうと前走、前ダナワタショー4着ですね。これもどうなるか。はい。あと、藤のキングダム昇級戦です。前走えー、3勝レースで、3勝クラスで、え1.7倍で圧勝。はい。あと、藤のキュー料復活したんですけど、まだ、えー、回復の傷づきが見られない。あと、湘南バーハーが一損抜くかかな怖い馬。左回りの2000メートルぐらいが怖いんでしょうね。エプソンカップ4着でしたし、MSTX3 着です。 去年新潟記念で惨敗してますけど、中日新聞は2着ですし、新潟記念、おととしは3着だったかな。はい。怖い。いつ来るかわからん。 はい、あと、えー、シーナンボ望も昇級戦。あと、センテリオも昇級戦全走一万人気惨敗。あダッシングブレイズも帰ってきてます。えー、去年新潟大あ、京都市から新潟大商店以来。あダヤキャグニが、えーがトップハンデ、なぜかトップハンデ、なぜかいしてるやけど、えー、しかも東京以外で走れるのかどうか。あと、フランスも懐かしいですね。えー、京都新聞杯惨敗してから、 9か月半かけてえようやく足足刻んで足刻んで意味があるけど一歩下がってきてはい、えー、1600万前走勝ちましたよと、はいえー、結構昇、えー、級戦の馬たちもまあまあまあ人気は出ないでしょうけれどまあまあようやく起きたかっていう馬たちが多いですうんはいブラックスピンのようですしね面白いと思いますはいちょっとロードマウイーってあれですこれロードマウイーの5 0サンサイ歳ーは気になるけどこれ誰これこれサけサ歳じゃないかイ歳ー 前走、えセンスをジョブクコメに逃げて、あっしはやと。な、怖いぞ、これ。誰や、これ。スーパーハイザー倒せると。ちょっと怖いな、これ。ちょっと、ちょっとマークしようかな。怖いな。はい、はい。了解です。はい。まあこんだけあるんですけど、一応、事前調査なんでね。はい。本命令言えんだと、一応、特注部行っただけですね。ここ、紹介しましょう。はい。えー、こんな彼特注部なんですけど、まあ、いっぱい紹介したらもおるんですけどね。このままにしておきましょう。はい。次男坊ですね。このまにしておきます。えリ、ー、堀さんのとこですね。えー、ディープかける金貨前ってことで。 両決場です。で、えー、気象が荒いのが最大難点ってことで。勝ったり負けたりが非常に良い。はい、6着あるし、もう一回6着あるし。まだね、6戦しかしてません。えー、新馬戦、デムちゃんで、ダイシングチコに圧勝。はい、えー、2層目が1年4ヶ月だけって、22キロねし、ね、えー、成長して、えー、パルク・デラモールに圧勝。 で、3層目で、オノドヒューさんに乗り換わって、あの、重長者に勝った、去年の南部特別で負けました。次南部二2番二期六着。気象洗ライブに出たんでしょうね。三、えー、3ヶ月半げて、このデムちゃん、中山、えー、乗り難しい中山で勝ちました。1000万。で、2層前、デムちゃんで、えー、左右着引いて6着で負けた。で、前層、ジュンステークス、不良棒だったんですけど、レーンさんで勝ちました。で、 今回どうなんちゅうことで相手がまあ大したことまあシンギュラリティー買ったのはちょっと評価でかいんですけど評価高めなんですけど勝ってるかからんとでだいたい連勝が最初の頃だけなんでまあ今回無理やろってことなんですけど4万人気はして気げすぎやしってことでただまあデモちゃん乗るらしいですねでデモちゃんの時で3勝してますで2走前なんですけどもうスタートした瞬間になんかちょっと挟まれ感があってでもう レース、走る気なくした感もあって、まあ、多分、レース前からやる気なかったんかな。走る気なかったんで、デムちゃんも流してたんで、もう、道時ずっと後方おったんでもうね、はい、最高ですもんね。後ろから。で、最後、おしまいだけ生かす競馬だけしたんで、正直やる気なかったと思います。うん。えー、前走、レ、えーンさんで行きました。 で外側やったんですけど行くんもランクかったんで、えー、レーンさんが促して先頭立ちましたはい直線最後束、えー、引き連れてのスローペースやったんですけどうち、えー、からシングラリティに並ばれかけたんですけどそっからレーンさん促したらもう一伸びと能力の高さがありますでまあハマればってことでまあ今回ですね えー、試運転でもなく、デムちゃん連れてきてますんで、まあ本気でしょ。で、藤沢のルメール、いわゆる藤ルメと堀さんに最強返し、これ毎回言うてるここの方程式なんで。もうここでしょ、もう。言うことないね、もう。で、次男坊が4番人気。まあまあまあ、あ、すみません、4番人気したら6番人気か、まあ。この人気やったら、この人のワイドでも3倍、4倍十分つくと思うんで。ユーケンスマイル等といますんで。 まあ、カテナが3万人ぐらいにしとレベル低いなと思うんですけど。まあ、4倍、5倍、6倍はつくと思うんで、例のドワイドで、つかん、つくやろ、つかんがな、四倍、5倍。まあ、つくやろな、こんだけ壊ろうとやったら。6倍ぐらいついてほしいか。まあ、ここでしょ。とりあえずね、もうね、ね、えー、藤沢さんにルメちゃん、藤メと堀さんに代表会事、堀デムですね。ここやろ。もう、ここやろ。もう、ここやろ。54キロやったら、まあんで、まあま、あ見込まれた方でしょ。うん。OK でしょうね。もう、ここですわ。 あここです。簡単です。で、新潟記念っていつもこの週ってルメちゃん、デムちゃんってあんま出ないんですけど、レースあんま出てイメージなかったんです。あれ、ルメちゃん、デムちゃんどうやったかなと調べたら、はい。去年、ルメちゃん、デムちゃんやっぱ出てません。なんかここらにいつも。で、おる時はね、こういうふうに、アストランーム、デムちゃん2着。で、ルメちゃん多分ね、新潟県に乗ったことないかもしれないんですけど、はい。4年前いません。5年前にパッションダースでデムちゃん買ってますってことで。 デムちゃん、最近、ここ5年で2回たレース、2回とも馬券絡んでます。2着、1着。で、ルメちゃんに関しては全く最近出てませんってことで、まあ、ルメちゃん、ネムちゃん来たら、まあ、最強外人のものなんだなって感じです、えー。最強外人が勝てないレースじゃなくて、最強外人が出てないレースだったんでね。うん、普通にシンプルに、もうここでしょ。はい。考えることはありません。ちょっと次男坊とか霊園なの仕上がりが悪いとかやったらまた考えますけど、まあ、ここでしょう、ね。 はい。ということで、新潟記念は最強外人ってことで言っときましょう。ということで、以上で事前調査終わらせてもらいましょう。ご清聴ありがとうございました。